にちは、ボルドゥールサロンヨーカです。オランダからお届けします。今回はハーダンガー刺繍の基本のステッチ、クロスターブロックのレッスンです。クロスターブロックというのは、5本の刺繍糸をまっすぐに刺したこの塊一つ一つのステッチのことです。クロスターブロックはハーダンガー刺繍作品の基本のデザインを形作るので、まっすぐに刺すので簡単そうに見えるんですけれども、綺麗に刺すコツいくつかありますので、この後お伝えしていきたいと思います。クロスターブロックの横幅なんですけれども、この布の折り目の1目から出て5目に入る、これがクロスターブロックの横幅になります。針が行き来するのは1目と5目だけで、真ん中の穴3つには針は入りません。1目から出て5目に入るというのを意識すると、教室の生徒さん見てると1目5目だとちょっとこう間違いやすくなるようなので、1目5目っていうのも念頭に置きつつ、刺さない穴が3つっていう風に刺していくと間違いにくくなると思います。でこの時に必ずすくい刺しをしてください。裏側から左手の中指をちょっとこう添えて、こう刺してる箇所を裏側から押し上げるようにしてこう刺していくと、とってもこう刺しやすいと思います。で私も普段刺す時には1目5目とかじゃなくって、刺さない穴が3つ、すくい刺しをしながら裏側から左手の中指を添えて、すくい刺しをしながら刺さない穴が3つっていうのを意識して、なんとなくそう思いながら刺してます。オランダってこう曇り空で雨が多くて、晴れの日がなかなかなくて、外がいつもこうどんよりと曇ってて薄暗くて、でお家の中も間接照明で結構暗いんですけど、その暗がりの中でもこの刺さない穴が3つっていうのを意識してやっていくと、まず間違いないので、そんなに目数数えなくても、なんかこう軽い感じでふんふんって感じで刺していけるので、ほんとスイスイ刺していけるので、この刺さない穴が3つっていうのを意識してすくい刺しして、みてください。でこの時に糸は引っ張りすぎないように、この針を抜く時、引っ張る時に糸を引っ張りすぎると布がつれて汚くなってしまうので、糸を引っ張る時には引きすぎず、かといってゆるゆるにならずというのを意識すると、もうぷっくらとした可愛らしい綺麗なクロスターブロックになります。でここなんですけど、案内線にそろそろ針が差し掛かるんですけれども、案内線割ってしまうと、後で作品が出来上がった時に案内線抜くんですけど、案内線を割って一緒に刺繍糸を差し込んでしまうと案内線が抜きにくくなってしまうので、でまあ抜きにくいならまだしも、ちょっとこう無理やり引っ張って刺繍糸が汚くなっちゃったとか、布がちょっとこうつれちゃったとかあるので、案内線は絶対に針先で割らないように気をつけて刺してください。でこれカメラの前を右手が横切らないように、針をこう刺して出した後に右手をカメラの上から左側にこう無理やりこうひねる感じで持ってって、で針をこう引っ張ってるので、なんかこうこれ右手ですね。なんか自分で見ててもさっきからなんか変だなっていう感じで見てて、まあ皆さんもちょっと気になる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあそこは気にして見てください。でまあ普段はもう全然違う刺し方なんですけれども、まあ針の進み方としてはこんな感じです。普通に刺すとこのクロスターブロック、本当に素早くスイスイと刺すことができます。で最後にちょっとまとめますと、クロスターブロックをきれいに刺すコツは、刺している箇所を裏側から左手中指で少し押し上げながらすくい刺しで、その時に刺さない穴が3つを意識して糸を引きすぎない、これらを守るととっても綺麗なクロスターブロックを刺せると思うので、ぜひお試しください。絶対綺麗に仕上がります。ぷっくらとした可愛らしいクロスターブロックになります。ぜひお試しください。でもしご質問があれば、DM かコメント欄にいただければ順次お答えしていきますので、よろしくお願いいたします。